はい、それではあの後半のお話になります。人を大切にすること、和を大切にする民族であること、そういうものが天皇という存在によって、日本人というのは確保されている。つまり逆に言えば天皇という存在がなければ、ただの権力者と私有民の関係にしかならないということをご理解いただければというふうに思います。あのいやそんなことはないと、権力者よりも上位のものとして法があるではないか、そして、権力者というのは民間の選挙によって選ばれるから、だから決して私有民ということではないんだというふうに思われる方もおいでになるかもしれません。だけれども選挙で選ばれた瞬間に、自分がリーダーになった瞬間に人々を私物化する、私有化する、そういうことが現実に起こってしまったら、結局天皇という存在がない、大御宝という概念がないものにしかならないということです。つまり権威の存在、万世一系の天皇という存在があり、そして一人一人が大御宝であることによって、そして和というものが生まれてくる。ですから台湾の皆さん方にしてみれば、日本統治の50年間まさに天皇の民、大御宝となられていたわけで、その後大東亜戦争が終わって、そして蒋介石率いる国民党の方々が入ってこられて、そして台湾228事件があった。228事件で、台北の市庁舎の上に銃機関銃を据えて、で抗議にやってきた台湾の皆さん方を片っ端から国民党の人たちが射殺をした、そういう事件があった。その時に何人の人が亡くなったのかすらわからない、何人の人が亡くなったのかすらわからない。人と考えて、それが人として認識してるんだったらば、何人死んだ、誰が殺されたんだ、これとっても重要なことになります。だけれども何人死んだかすらわからないということは、人としてさえ認識してないということです。俺たちが漁師としてやってきたんだ、だから台湾は俺たちのものなんだ、だから俺たちが殺そうが、どうしよう、俺たちの勝手だ。何人死んだ、そんなことは知らないよ。さっきの売春婦として雇った女性たちの目をつぶす、客の襟好みをするからといって目をつぶしてしまうのと、考え方としては全く同じ延長線上にあるということです。でその国の人々の考え方というのは、その国の歴史伝統文化に基づきます。もともと台湾の中にあった文化というのは、台湾のそれぞれの村の中でお互いがお互いに協力し合って生きていくという、だって台湾全体全土の共通した統治者というのはいなかったわけですから、みんなが村の中で協力し合って手を取り合ってみんなで助け合って生きていく、そういう概念しかなかった。そこに最初に大御宝という概念が入ってきた、日本統治によってそういう概念が入ってきた。だけど一人一人を大切にする、村の人々が同じ村人同士でお互いに大切に思う、それはそのまま尊重されてる、そのままの延長線上にあるから、そんなに大きな抵抗運動も初めのうちちょっとあったけれども、あまり大きな抵抗運動は起こらなかったし、最も抵抗したタイアル族、まあ、日本式ですと高砂族になりますけれども、この方々が最も日本大好きな人たちになって、最も勇敢な兵士として大東亜戦争の時に戦ったということも現実に起こったわけです。だけれどもその後中国本土を追われた国民党軍が入ってきた、彼らは全然考え方が違う、歴史伝統文化が違う、俺たちの私物だ、そういう考え方しかない。だからいつまでも抵抗が収まらないから、戒厳令が長く長く引かれていたというのが台湾で実際にあった出来事であったということではなかろうかと思います。私たちの台湾の皆さん方と、そして日本人みんなが守ろうとした、こちらに大東亜青集団、その大大会の模様がありますけれども、命を懸けて守ろうとしたものというのは、一人一人を大切にするという、そういう国を
守ろうとしたんであると、そのために一生懸命な戦った。ただ残念なことに1945年昭和20年の8月15日に終戦を迎えました。そして占領統治下に日本は置かれました。占領っていうのは何かというと、他国の領土、拠点、政権中枢などを軍が占有し占拠する。軍隊が領土や拠点や政権の中枢を占有し占拠することを占領と言います。軍による占領、占領されますと、その占領地は占領軍による占領行政が行われます。あくまでも軍隊による行政です。そして軍は軍の支配下に置いた現地のその政権を通じて軍政を敷きます。日本が占領統治を受けていたということは、まだ占領統治期間中は日本は戦いの中にあったということです。ですから戦争が終わったのはいつか、昭和20年の8月15日に終わったのは戦闘です。戦争が終わったのは昭和27年のサンフランシスコ講和条約です。サンフランシスコ講和条約にはっきりと本日をもって終戦と戦争を終わり終結させるというふうに書いてあります。つまりそれまでは戦争状態が継続してたんです。戦争状態が継続してるから占領なんです。で、占領されていたらその占領されている国あるいはそこの人々にとって主権は一体どこにあるのかという問題があります。国としての主権の執行は一時停止になります。これは占領軍が掌握します。で、占領軍は先ほど申し上げた通り、その国の行政機構を通じて占領統治を行うんですけれども、ではイラクはつい先頃でもないですけれども、戦争がありました。そして、米軍を中心とした国連軍といわれる人たちがイラクを占領統治しましたね。イラクを占領統治しましたけれども、イラクの場合は政権がなくなりました。なくなってます。フセインがなくなってしまった。だからイラクという国には政権を担うところがない。で、やむを得ず占領軍が行政府まで一旦は面倒を見ながら、そして現地の人たちの中で行政ができるような状態にまで改めて新しい国づくりをしようというふうに図っていったという流れになるんですけれども、ではイラクが占領されている間、イラクの主権はどこにあるんでしょうか。これはイラクの国民一人一人が持っているわけですね。戦争をやっている間はフセインが持っていました。イラクの主権者はフセインです。フセインが全部の権限を持っていました。でもフセインが死んでしまって主権を持っている人はいなくなっちゃいました。そうなる。ですからイラクは占領されましたけれども、占領されたから米軍が中心になって占領したから、イラクはアメリカになったのか、イラクはアメリカ合衆国の領土になったのかといったら、これ違います。イラクはアメリカ合衆国の領土ではありません。あくまでも米軍を中心とした占領軍がイラクを占領行政を引いてあります。したがってイラクの主権者というのはイラクの国民一人一人に分散されているという状態になります。実はこのことを法律にしたのが今の日本国憲法なんです。それちょっとこの後に言ってますけれども、その前に、一つ旗を、国旗をお見せしたいと思います。こちらに日本の国旗があります。向こう側にある国旗はどこの国の国旗でしょうか。で、上に答えが書いてあるんで、目のいい方は見えると思いますけれども、実は連合国統治領日本の国旗です。昭和20年日本が占領されてから、昭和27年のサンフランシスコ講和条約までの間の7年間、約7年間この間日本の国旗はあちらの三色旗でした。日本からの輸出物っていうのはメイドインジャパンではありません。メイドインオーキピットジャパンというふうに書いてありました。下に写真があります。占領統治下の日本という意味です。
大きく言った。連合国統治領日本、まあ見たくもないですよね。あの戦後の日本で、日本国の国旗を嫌う人たちがいます。例えば日教祖とかですね、あるいは日本の左翼の人たちとかっていうのは、日本の国旗は日の丸は日本の国旗ではないという人たちはいますけれども、そういう人たちはでは何をもって日本の国旗と思ってるかというと、実は向こう側です。こんなもの国旗にしたくないし、したくもないし見たくもない。日本の国旗っていうのはですね、こちらの手前の下に写真がありますけれども、遣唐使遣隋使の頃からあるんです。国旗ってそもそもこういう国旗、そもそもなぜこういう国旗というものが生まれたかというと、もともと商船旗なんですね。どこの国の船なのかをはっきり遠目に見てもはっきりさせるためにこの旗が生まれました。日本の国旗っていうのは遣唐使遣隋使の頃ですから、もう7世紀の昔にはこの国旗使われていたんです。だからちゃんと絵が残ってます。これはまあ遣唐使遣隋使だってもうちょっと後の明国の間の貿易の時の絵ですけれども、その頃から日の丸は日本の、間違いなく日本の国旗でした。ここにだから歴史があるんです。伝統があるんです。そういうものを私たちは大切にしていきたいと思います。日本国内で、にある新興宗教団体、大手新興宗教団体っていうのがありまして、信濃町あたりに本部があるらしいんですけれども、そこは三色旗が国を、ひたすらありがたいものとしているようなんですが、色は違いますけれども三色旗です。占領されていたんですか皆さん。冗談じゃないですよね。占領統治下の日本というのは、大東亜戦争を日本と戦った連合国が日本を占領し、日本を連合国の軍政下に置き、日本に GHQ 連合国最高司令官総司令部を設置して、日本政府をその支配下に置いて日本政府を支配することで日本を統治した時代、これが占領統治下の日本です。その占領統治を行うのにあたって GHQ が日本における最高法規として、占領統治のためにという目的を持って書いたものが、今日本語に翻訳されている日本国憲法という存在になります。ですからあくまでもこれは占領統治下の憲法です。三権分立なんて言いますよね。三権分立って、分立、三つの権力が分散されている、司法、立法、行政、これが分立されている、大変結構なことだと学校で教わったと思うんですけれども、それを全て統括するのは誰なんですかって言ったら、日本国憲法には書いてありません。なぜならば統括するのは GHQ だからです。非常に分かりやすい話です。日本国は国民主権だと日本国憲法には書いてあります。なぜ国民主権なのか、占領統治下にあるからです。イラクと同じです。新しい国の政府ができるまでは主権は国民一人一人に分散されてますよということが日本国憲法に書かれているということです。日本国憲法が発布されたのが昭和21年の11月の3日に公布、そして昭和22年の5月の3日に施行されています。陛下もお認めになりました。日本で今でも日本はこの憲法のもとにあります。ではこの日本国憲法の全文に何が書いてあるのかというと、冒頭にあるのが平和を願う諸国民との共和による成果という言葉がありまして、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように、政府の行為によって再び戦争が起こることのないように、つまり戦争を起こしたのは日本だと、日本の政府だと全文に言ってるわけです。そして権威は国民に由来し、我らはこれに反する一切の憲法法令及び省直を排除する、つまり大日本帝国憲法を
排除する、陛下の詔勅も排除する。そしてどうするのかというと、平和を愛する諸国民の公正と真理に信頼してとあります。平和を愛する諸国民ってどこの国の人ですか？諸国ですか？韓国ですか？よその国が平和を愛するということを信頼しましょう。ひたすら信頼しましょう。日本の政府は悪いことをするところだから、というのが日本国憲法の前段にあるわけです。この先ほど冒頭でですね、日本国憲法というのは、憲法というのはその国の歴史伝統文化に基づいて熟成された共通の価値観ということを申し上げました。このどこがどう日本の歴史伝統文化に基づいたものなんでしょうか。つまりこれが日本国の憲法と言えるものなんでしょうか。ということで、国民主権という言葉がありますけれども、国民主権というのは単に占領統治を行うのにあたって戦争中であった、戦争継続中であった大日本帝国というものの主権、政府が持っていた主権を解体して国民に分散しましたよというだけの意味でしかない。そのようなものをありがたがっていても仕方がないということです。で、サンフランシスコ講和条約、昭和27年に、第1条です。そこで日本と各連合国間との戦争状態はこの条約が効力を生ずる日に終了するというふうに書いてあります。つまり昭和27年の4月28日まで日本は戦争をしていた、戦争状態にあった。戦争状態にあった日本は日本国憲法下の日本ではありません。大日本帝国憲法下の日本、もともとの日本です。それが、終わった、つまり占領統治が終わった。占領統治が終わったんだったらば、本来元の大日本帝国憲法の状態に戻さなければならないはずでした。なぜ戻らなかったんでしょうか。理由があります。非常に簡単な理由です。朝鮮戦争の最中だったんです。米軍がなぜサンフランシスコ講和条約を急いだかといえば、強い日本の兵隊を朝鮮戦争に持っていけば、米兵の死傷者なくして朝鮮戦争を終わらせることができるに違いないと踏んだんです。それに対して当時の吉田茂内閣が、戦争に行くよりも日本国家の復興を急ぐべきだという考え でだって GHQ のあなた方が私たちにくれた憲法に戦争放棄って書いてあるじゃないですかということを盾に取ったわけです。だから日本国憲法というのが曖昧な状態で未だに存続しているというのが今の実態であります。すいません、時間がちょっとなくなってきちゃったんですが、では台湾というのはどうなのか。台湾には People on Taiwan と People of Taiwan の2つの人々がいるというふうに言われています。中国大陸の覇権をめぐって争った中国国民党と中国共産党、毛沢東と蒋介石、この戦いがありまして、で、蒋介石は実はアメリカとイギリスから日本と戦うために軍事支援を得てました。食料の支援、お金の支援、兵器の支援、すべてアメリカ、イギリスからもらっていました。でも戦争が終わったのでアメリカもイギリスも支援をやめちゃいました。その一方で後から入ってきたソ連は、日本の関東軍が持っていた日本の兵隊さんの兵器を取り上げて、この兵器を共産党軍に全部プレゼントしました。かたや銃弾の補給のない国民党軍、かたや次から次へと補給をしてもらえる共産軍、どっちが強いか、もう答えは明らかですよね。結果として共産党によって国民党軍は追われて、そして実は台湾は、日本はアメリカが中心となって占領統治を行いましたけれども、台湾は国民党が台湾の統治を行っていました。これ占領行政を引いていたわけです。で、そこに国民党の人々が逃げ込んだわけですね。蒋介石も逃げ込んだわけです。中国本土を追われたから。ちなみに、台湾の領土っていうのは中国側にぴったりくっついたと。金門島も台湾の領土ですね。なぜ金門島が台湾の領土なのかというと、
そこで最終的に共産党軍を食い止めたから、今でも金門島は台湾の領土になっています。この金門島の戦いというのは、実は日本の根本宏中将が大変重要な働きをしたという話があるんですが、これも大変面白い話でございましたんですが、時間がないのでその辺は割愛したいと思います。国民党軍が台湾に入り込んできた。で、本来であれば軍による一時的な占領統治であったはずなんです。ですから占領統治が終わって、で、もうその講和条約を結ぶという段階、つまりサンフランシスコ講和条約が締結された段階で、本来であれば台湾も日本に戻るはずだったんです。なぜならば領土主権はもともと日本にあったわけですし、台湾の皆さん方は日本人であったからです。台湾にイコール日本人であったからです。ではサンフランシスコ講和条約で台湾のことを何と書いてあるか。第2条領域第2条括弧 B というのがありまして、そこに日本国は台湾および澎湖諸島に対する全ての権利権限および請求権を放棄すると書いてあります。これとっても重要なことなんです。下にちょっと小さい字は小さいですけれども、第1条第1条括弧 B というのが書いてあります。連合国は日本及びその領水に関する日本国民の完全な主権を承認すると書いてあります。ここでは主権という言葉を使っています。連合国は日本とその領域に関する完全な主権を承認しますと書いてあります。主権という言葉を使ってるんです。ところが台湾に関しては主権という言葉、これ書いてありませんね。全ての権利権限および請求権を放棄すると書いてあります。主権とこの権利権限および請求権というのは何が違うんでしょうか。主権を放棄したとは書いてないんです。権利権限および請求権を放棄するというのは、日本がそのエリア、つまり台湾のことですね、そのエリアの領主としての権利を、権利、領主となった権利、あるいは日本がその権利を得ることになった原因、つまり下関条約で清国から割譲を受けたという原因、およびそのエリアに関する租税等の請求権、つまり台湾における日本国政府の税金の徴収権、これを放棄しますよということです。これ言葉難しいですけども、ものすごく簡単に言うと処分権を放棄したということです。で、処分権を放棄したということと主権を放棄したって何が違うんだろう。なんだかこの辺は難しい話なんですけども、すごく分かりやすく言います。私がここに携帯電話を持っています。この携帯電話を、私は誰かに売ろうと思った。誰かに売ろうと思った。そこでこちらにお願いをして、売ってくださいというふうにお願いをした。つまり私はもうこの携帯電話使いません、だからこれ売ってくださいと言って誰かにお願いをしました。これが要するに権利権限および請求権を放棄するということです。私はこの携帯電話の所有者です。所有者なんですけども、もうこれ使わないから、戦争負けちゃったから、だからこの処分をしてくださいと言って連合国にお願いをしました、ね、連合国にお願いしました。お願いされた連合国で台湾を担当していたのは台湾の国民党、中国から来た国民党です。国民党は今に至るまで台湾の主権をどこにするのかというのを決めてません。つまりこの携帯電話を預けられた国民党さんは、この携帯電話は誰にも売ってないんです。誰にも割譲してないんです。主権の場合は領土主権というのは割譲しなければ人のものになりません。
この携帯電話をいいですか、これ私の携帯電話ですけども、これ売ってくださいとお願いしました。でも未だに戦後68年経って、あるいはサンフランシスコ講和条約からすでに60年経過して60年経って未だにこれ売られてないんです。ということはこの携帯電話誰のものですか。やっぱり私のものですよね。台湾は日本だということです。ですから台湾民政府の主張というのはまさに的を得ている本来の筋であるということであるというふうに私は思っています。旧新賀さんの意向、この文章を読んだ時に僕はもう泣けてきてたまらなかったんですよね。本の一番最後に書いてあるんです。台湾はね、待ってるんですよ。連合艦隊は必ず来る。日本は必ず立ち直って台湾を助けに来る。信じてるんです。日本の皆さん、立ち上がるじゃないですか。同じ仲間じゃないですか。台湾の皆さん方は同じ日本じゃないですか。こういう若い人たちがこの笑顔で国を守るために戦い散っていったわけです。誰も生きてないです。私たちの子供や孫の年代じゃないですか。そういう人たちが国を守るために、日本を守るために、日本、台湾を守るために戦ったんじゃないですか。笑顔で散っていったんじゃないですか。台湾はね、待ってるんですよ。連合艦隊は必ず来る。日本は必ず立ち直って台湾を助けに来る。信じてるんですって言うんです。ちゃんと考えようじゃないですか。どうすればいいのか。歴史伝統文化に基づく価値観、その国の国民が共有する価値観、日本人が共有している伝統的な価値観というのは、人を人として大切にするという価値観です。それを和と言います。日本人は大きな和の国だから、大和の国です。だから例えば何か大きな事件があって、で例えばデモ隊と機動隊の衝突事件があって、誰かが死んだということであれば、たとえそれが反日の人たちであったとしても、ちゃんと誰が死んだのか一人一人明確にする、国として埋葬する、それが日本じゃないですか。今でも反転、8月15日になると反転連のデモなんてとんでもない、左翼のバカどもが靖国神社の前へデモ行進してきます。ね、とんでもない連中です。昭和天皇の生首ぶら下げてデモしてるんです。それをね、日本の機動隊守ってるじゃないですか。ちゃんと護衛してるんですよ。人だから、なぜ護衛するのか。反日の人たちですよ。なぜ護衛してるのか。人だと思ってるからです。俺のものじゃないんです。だから大切にしようとしてるんです。そういう日本を、そういう台湾を、かつて台湾も一人一人を大切にしようという文化を持った、私たち日本人と同じ文化を共有した人々であったわけです。そういう台湾を取り戻していこうじゃないですか。台湾と日本が必ずしも一つになるということが必要だということを申し上げているのではありません。台湾の人々は台湾としての伝統、歴史伝統文化というものを大切にしながら別な国という選択もあろうかと思います。もちろんそれでもいいと思います。ただ視聴者の上に銃機関銃を据え付けて、バタバタと住民を撃ち殺して、何人死んだか、あんなものは分かんないよ、抵抗したから殺しただけだよっていう、そういう国と、一人一人をとにかく大切にしていこう、一人一人の輪を大切に していこうという文化と、どっちが大切なものなんでしょうか。日本も2つの日本があります。
日本の歴史伝統文化に基づいた天皇を中心とした君民一体の国家としての大日本帝国憲法によって描かれた日本という国があります。この大日本帝国憲法というのは未だに執行していません。冒頭に申し上げました、一番最初に申し上げた話覚えてますか。イギリスでは弓矢で居殺してもいい、おならをしただけで、そういう話を冒頭に申し上げました。法律というのはその法律を廃止するまではちゃんと生きてるんです。つまり日本には大日本帝国憲法というのは未だに生きているものでもあるわけです。そしてもう一つ、占領統治憲法である日本国憲法というものがあります。この日本国憲法によって汚染されてしまった、考え方を変えてしまった、天皇という存在というものを忘れてしまった、そういう人たちが新たな日本人として生まれてしまったことだというのは悲しい現実であろうと思います。だけれども凝り固まった人というのは少ないと思うんです。多くの人は日本国憲法、大日本帝国憲法はだって今は日本国憲法じゃない、え、なんかまずいのぐらいの認識しかないと思うんですね。でもなぜ天皇という存在がありがたい存在だったのかということについてもう一度考え直していったら、たくさんの人たちがきっと目を覚ます、目を覚ますに違いない。また一人一人が今できること、今自分にできるほんのちょっぴりのことをみんなでちょっとずつしていくことによって、そういう日本をぜひ取り戻していきたい。そして台湾の皆さん方も旧国民党の人たちがどうなってしまったか、今後どうするのかということは別の問題として、取り戻すべきものは一人一人というものが本当に大切にされる国、一人一人が大御宝となれる国、そういう文化というものをやっぱりみんなで取り戻していきたい。日本も日本と台湾と協力し合ってそれができるようになったら、きっとそれは素晴らしい未来を作るに違いないと私は信じております。本日のお話は以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。先生ありがとうございました。本当に台湾民政府の代弁者からあります。私も随分苦労せずに台湾民政府の努力目標ですね、それをいかにして皆さんに伝えたいか、それをもう全部先生が話してくださいました。で実はですね、台湾はまだ明治憲法の元にあるんです。台湾だけじゃなく北方四島もまだ明治憲法の元にあるんです。大日本帝国の憲法ですね。これまず申し上げます。そして来年ですね、またこういう機会を設けたいと思います。その時に存分に台湾民政府の考えを皆さんに、そしてもっと多くの人に伝えたいと思う。で今日はですね、講師の先生方に少しお土産があります。これはですね、昭和20年4月1日つまり8月15日の約4ヶ月半ですね、昭和天皇が台湾と朝鮮に発布した詔書なんです。この詔書によって台湾は植民地でなくなり、日本の固有領土になったんです。国土になったんです。これが台湾を守っているんです、今。国際法に従いますと、台湾はまだ日本の領土なんです。国土なんです。分割不可能な領土なんですね。これを先生、それから他の講師の先生方にも
プレゼントとして差し上げます。それから先生にもまた台湾民政府の実質的なリーダーが台湾にいますが、林首相さんという方ですね。この人は実に素晴らしい人で、皆さん台湾に来られましたらどうか台湾民政府の本部を訪ねてください。歓迎します。でその林リーダーから先生にもインビテーションレターですね、差し上げますので、来年ですね、以内にぜひ一度来てください。懇親会をしながら次の講師ですね、中条孝則先生が皆さん食べながら話しますと申します、おっしゃってます。でそのように持っていきたいと思います。それで実は台湾民政府懐がそんなに豊かじゃないんですけど、だから今日は台湾民政府が催す全ての行事ですね、アルコール抜きなんです。その点ご了承ください。だけどその貧しい財政の中から少しでもいいごちそうと思って奮発してますので、おいしく食べてください、召し上がってください。ありがとうございました。11階の定員室に懇親の場が設けてありますので、どうぞそちらに移動してください。Thank you.
じゃあ。もう昼でしねえなと思ったんだけども、全然そのままからで、私も東京でも一生であるかもしれない。社長みんな無事写真撮って、で僕の友達が、台湾は統治権を放棄した、統治権放棄だけでして、台湾の領土と台湾の人民までほたらすことないはず、国際的に戦場国のアメリカは台湾を戦場したの、読めない、戦場国だから、戦場国は土地を移転できない。この民政府にね、市民が今もう大きなのが出ますけどね、見つけ前に見て、おいしい？お茶そういうの？あ、不会。忘记了，全都忘掉。哎，那德国他们应该都有交易股吧？其实他们欧洲的外国。这样的吧？这样的，我这边给他。我找回了。実際はなくて、台湾の価格高いのところになかった。そうだ、台湾民和国家参加我有靠背啊，你好累啊，这个我这个60年代中国中国民族的国民族的今分かりやすいのダメですよ、教育に近いってやっぱり今から実際上だ。あ、この間は。全然日本2人、台湾人。はい。あ、はい。はい。あ、全体を見るのは更新ですね。全体を見る。薬品とか。
じいちゃんもちょっと医者だったんで、こうやったり、昔やられてました、はい、ベロ出せ、それで分かる、うん、今こうやってつけてる人もいないぐらいやってても見ませんよね、うん、ね、機械で脈見ちゃうの？あれ一番ダメだよ。いや、だってパソコン見るって感じる感じない。全部顔見せてって言っても。あ、わかります？あ、結構、じゃあ大丈夫なんですか、日本語。あ、まあ大丈夫。あ、そうなんですか。向こうで習われてるんですか？そうじゃなくて、日本に住んでます。あ、今日本に住んでます。あ、そうなんです。失礼しました。じゃあ、じゃあもう、どのくらい住んでるんですか、今？20年かな。もう、あれですね。で、台湾にもう帰られることも結構ある。あ、ちょこちょこ。ちょこちょこ。台湾、ごめんなさい、台湾では皆さんの中では何語を勉強するとみんな喋れるんですか？皆さんもそうだね、いつもニュースの話してますけど、勉強する方が好きなので、あのフランスも私ね、東京出てきた時に伊勢丹会館の上のスペインのエルフラメンコに何度か行って、自分ではもうとてもあんなことできないので、ぜひぜひそういうのを見せていただきたい。今度東京でやるのに安いよ、ここが高砂のグミコンですか、しかしがミックスです。これが台湾語、台湾語はこれがアミソ、これが政治役、これが台湾語、そうですね、いいです。高人姐姐你啊，你多多谢，你你敢经验啊？啊，等下我经，我等下。但是呢，完全真的，哇，这个，そうそうそう、人がないから、ね、そうか、ああ、そうか、サブロはえ、キラヒラピちゃうんだよ、キラヒラピちゃうんだよ、キラヒラピちゃうんだよ、ペタ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 、キャモンのがいるよ、俺キリチンコアいるやん、キリチンコアいるどうでしょう？必死だね。結構無料で。今是健康，小菜料理啊，那小菜。对啊，就是我们，我们这边是干那个呢。嗯。嗯。
台湾人の仕事を知らせて、But actually, you draw somewhere, right? Yeah, pencil. I mean, where did you draw? By hand. Draw. Yeah. The wall or where? No, on the canvas. On the canvas. Yeah. Oh, wow. Man.台湾の人たちが声を上げなきゃダメ、うん、だから同じですよ。だから今台湾から日本語で誰もない年轻的时候去的，不对，一般
違いはさ、靖国神社が報道しないって、それを許したらね、だから、今ね、永遠に答えるの会長とかと会長とかに言ったら、用意大利通心面意大利面酱试试看意大利面酱、嗯、好像好那不错了那是臭味我不在家了没办法通心面产品的面酱没办法你是讲种霸王，还是什么？霸王，我们魔魔鬼风是什么样？对，一款的风景，特殊风景，对啊，特殊风景。好像是悟什么法师去有忘记了，太久了，其实我咖喱是吗？太好了，到了。Thank you.
ます、実はですね、皆さんにご紹介したい人々がおります。まず中条孝則先生、それから日本戦略フォーラムですかの現理事長、会長ですね。それから次はですね、堀江正夫先生、先生は大学の先生の大学の先生で陸将なんですね、自衛隊では。それからその後に参議院を務めておりました。講師の例えば小野木先生ですね、桜井先生来られませんでしたが、それから中条先生、堀江先生ですね、この著名な方々とご縁をいただいたその人が何人か、このご縁を作ってくださった何人かの方々を紹介したと思います、まず渡辺都南先生です。この方は実はですね、靖国神社を1000回参拝した後、リニアカーに乗って、その時はもう走ってるらしいんです、乗って東京から伊勢神宮まで、ね、でそこで消えちゃうっていうんですね。どこに消えるのかと不思議な思いながら考えてみたら、おそらく天の岩戸じゃないかと思いますね。非常に皇室、それから靖国神社を大切にしている方です。実は門脇先生、門脇智秀先生、これはあけぼの会の会長です。今年満100歳です。で台湾民政府の日本における活動ですね、このあけぼの会、それからもう一人です、一つですね、日体共栄おぼらん会っていうのがありまして、でおぼっていうのは桜、蘭っていうのは蘭ですね。桜は日本の花、蘭は台湾の花です。梅じゃない蘭ですね。胡蝶蘭はのふるさとは台湾です。でその会長、こちらにいらっしゃいますけど、高坂哲夫先生ですね。ありがとうございます。それでは中条先生をお願いします。じゃここでも構いませんけど、座りますか。皆さんこんにちは。堀江先生というのは、さっきご紹介になった陸軍士官学校の私の10期先輩ということはね、1期違うだけでも
恐ろしかったものが10年違うんだからね。そう、その人と一緒にやるわけだから、こういうのをね、あらかじめ堀江先生が話しやすいように私が梅雨払いをする。さて、30分だから余計なこと言ってるわけにいかない。ね、私が言うんじゃないから、今日縁をいただいた人は台湾の人も日本の人も、台湾の人言葉わからない人は隣に友人を伝えて、民族の滅びる三原則と歴史の先生が教えてる。私の宣言でないからまともに聞いて。なぜローマというあんな栄えた国が消えていったか、こうしたことを全分析しての答えよ。一つ、夢を失った民族は消えてくださいものの価値だけを価値と捉えて、心の価値を見失った民族は滅びると言ってる。民族の歴史を消された民族は滅びると言ってる。全く図星のような日本、これをね、台湾の方々も一緒になって考えてくださいよ。なぜそうなったかと、なぜそうなったか。これは68年前に戦というものがあった。そして負けた。戦争の負けるっていうのは、台湾の方々も随分苦労なさったけどね、極めて人類にとって悪いことなんですよ。こんなもの、誰が、堀江先生が喋ろうが、誰が喋ろうが、人類にとって戦争は罪。間違いない。私はもう力強く宣言します。ね。だけど起きるんだね。だけど起きる。だからこの辺も申し上げたいと思いますが、先んじてこの心ある人たちと考えたら、日本第一の夢を失った民族、全くね、私の所属してる日本青少年研究所は数十年前から日米中間の中学生高校生の夢調査っていうのをやってるんです。全く皆さんに報告する勇気を持たないぐらい我が国の若者は夢が小さい、しかも気持ちの悪いの、年とともに小さくなる。去年の調査なんて 81-2% しか明日を信じてない若者たちですよ。どうしますか。ね、これもう一つ、この夢というのは、ここだけ今日集まった人ね、時間かけるわけにいきませんが、富と逆相関関係にあることを台湾の人も日本もよーく心に聞かせるべきですよ。富というのはいくら稼げても悪いことではありませんよ。しかし富が重なれば、富をつかめばつかむほど若者の夢が小さくなることだけは間違いないの。これを逆相関関係。だからこれを気づけば教育式がどうあるかわかるでしょう。2番目はですね、物の価値を全ての価値と捉えて、精神性、自分の勝手権利だけを主張して義務なんかどうでもいいわという68年前に日本の異質をことごとく精神的に強硬的に消した占領政策、ね、の結果、日本の民族の持っていた美しいその性質を全部捨て去ってアメリカナイズされた、それを合理性という美しい表現を借りて儲けることが全てだという哲学に徹している今の日本がこうなったから、もう皆さんではこういう休みの日に勉強しようという人たちから見たら、この民族は耐えられないでしょう。しかしそこで諦めないで、
昨日も新宿で下村あの文部大臣ってのは貧乏で育ってね、しっかりしてるよ。1時間半この国を救うものはしつけ教育しかないと文部大臣が直接出てきて昨日新宿の慶応ホテルでやってるんだ、うん、これ手直しすればいけます。3つ目は民族の歴史を受けて68年前この目この耳で聞いてきましたよ。日本を占領するマッカーサーが上陸するやいねこの民族は我が民族の歴史を教えてはいかん、終始を教えてはいかん、資料を教えてはいかんと宣言したんですから、ブッダがブッダ曲げますよ。世界が中止のまたの占領するぞ、これ3つを言ったんですよ。だからあんた方の先祖様は教科書もないから筆で墨で塗って王宮教科書を間に合わせたんですよ。それで終身なんていうのは日本は法律がなくても秩序が保てる、だから 3.11 の時にみんな外国の人はびっくりするぐらいに美しい日本人だったの、これが日本を強くしたゆえんだなというので、これをあらわに潰そうとしたら間違いありませんよ。私大場に行ってんじゃないから、ね、これで壊れてきて簡単に日本民族は壊されてね。しかし皆さんにご注目、その占領政策が今日に及んでるならアメリカのバカ野郎めと言っていいよ。そうじゃなくてアメリカは自分で叩いて置いといて45年後に朝鮮動乱が起きてアメリカざまあみろと、言葉はちょっと品位がないけど、日本が必要な国に化けた瞬間ですから、こういうの神風というんですよ。ああ日本を亡き者、もっと皆さんに分かりやすく言えば永久に今日まで占領しようと思ってたかも分からないのに、5年後に隣の島韓国ね、一番私は惨めな民族だと思います。同じ民族が38路線で割られて、そして紅白が岩運動会ではありませんよ、攻めてきたんです。だから人の不幸を喜びとしちゃいかんという日本のこれも礼儀も深まった特技で、静かには言ってたけど、あらこの日本の5年後の、ね、1950年の朝鮮動乱は神風、あの原稿を神風と呼ぶならば、あれの100回分が増えたと思ってください。だからこんなシャッターチャンスが来てるのに、稼いだ金だけでですよ、学者までその朝鮮のものは経済の稼ぎの一番元の、それは間違いない。だけどそっちに気を取られて、直すべき占領政策の骨組みの方をそのままにしてきて、人前時を知っている68年過ぎていることを今日あなた方目覚めない限り、俺たちも堀江先生もやがてあの世に行くこと間違いないからね。いつまででも頼ってちゃ困りまして、ね、間違いない。だからこれを一つね、今日せっかくの、ね、いい機会だから、その自覚してほしいと思うんですね。だから残りの時間で確認しようじゃないか。どうしてみんな今日でもまだ地球上は戦してるわな。特に惨めなのは民族同士の殴り合い、命を捨ててやってるシリア、哀れだね。だから大急ぎで見てみようじゃないか。そんな余計帰らんでもいいわ。500年戻ってごらん、片手だけ戻ってごらん。500年あなたの命を巻き返してみると、1500年だよ。日本では足利時代だね。もっと記憶を発見しよう。京都の銀閣寺ができた頃と思い、あんな美術工芸品ができてる時に、諸君アメリカないんだぜ、若者に今日電話して伝えて、たった500年戻ったらアメリカないんですよ。
地球上の変化、そしてその頃に一番歯を唱えてたのはスペイン、ポルトガルです。だから南米のあたり行ったらスペイン語やポルトガルじゃないと通じないじゃないですか。さあその肌に色のついてね、白色人種のチャンピオンがですよ、大航海時代とか行ったんだ。そして隣の今荒れてるアフリカに行ったんだよ。アマンデンっていうのが、この間死んだ大統領アマンデンな、うん、そこへ行ったの。こうしたら肌に色のついてる野郎どもが住んでる。これは皆さん人間扱いせずに奴隷にしたんですよ。奴隷にしたの。だから繰り返が始まった。そしてその国々の産品、地中の石炭であろうが金銀であろうが地上の作物であろうが俺の国のものだと自分の国に運び込んでたのを歴史は植民地政策と呼んでいるのです。こんな味のいいことを放っとくはずがないでしょう。やがてオランダという国が参加してきた。そして7つの海を征服したイギリスが参加してきました。これあなたが戻っていただいた500年間の間に地球上に肌の色のついてない民族のことごとくが肌に色のついてる民族の国々を犯してきた歴史なんですよ。中条隆典が一行も主権を加えておりませんよ。歴史の真実よ。だからこそインドがやられ、ミャンマーがやられ、インドネシアがやられ、フィリピンがやられてきたじゃないですか。あなたは何を見てんですか。事実でしょ。事実ほどね、雄弁に物語るものはありません、ね、そして1853年、この沖ですよ、この沖よ。ペリーという提督は4艘の黒船軍艦を引いてやってきた。その時この民族、我が民族は265年という鎖国をして平和の夢に眠っていた。しかしこのペリーの来航に民族は優れていたから目が覚めたんだね。そして若干のトラブルはあったものの近代明治国家ができた。だからなぜできたのか、なぜ助かったんですね。そして近代国家ができて29歳の時に今日台湾の方々の課題の、ね、日清戦争が起きた。これだってよく調べてみるとすぐ分かるよ。新しく作る国を作ったうちの先輩たちは国家というのは自主的に生きないと国民の幸せはつかめないよと提案したんです。韓国はずっと常にね、地続きの楽なことだから信濃の国に物を持ってって、こういうの朝貢外交、朝貢、そんなことをしてたら朝鮮の方々よ、あなたの国民としての幸せが来ないよと提案した。そしてそれが日本の誠が分からずにして、ね、時間かけるわけにいきませんが、トラブルって日清戦って勝って、だからその結果朝鮮半島日本のものになってないじゃないですか。大韓帝国が独立したんじゃないですか。そう、歴史を丹念に正確に見ればこの民族が歩んできたねことが分かりますよ。少なくても全部が悪いんじゃなくて正しさの多い方多いかったなぁと分かるじゃありません。そして最後のね決戦が1904年5年の日露戦争。戦争っていうのはあってはなりませんが、あってはなりませんが、しかしねこの戦が地球上、今私が諸君に説いてきた植民地政策の最終戦と、白色人種の最たる、
ね、地球上の6分の1も持ってる大国ロシア、そして世界一の強いと言われた陸軍を持ってるロシア、私の昭和18年の陸軍士官学校の第一外国語がロシア語だったんです。だから諸君はすぐ分かるね。この西からあの白色人士が植民地下でお菓子に来るエネルギーとプラスこの我が日本民族には南下策というの歴史でロシアの不登校要するに凍らない港を求めてやまないエネルギーを南下策というの、この足し算をしたエネルギーがあなたの先祖たちにひしひしと迫っていた。そう、それがなんと日露戦争世紀の戦です。これが地球上の民族の期待を裏切って我が黄色日本が勝ったんです。だからコペルニクス的転換といって今でも世界中が称えてくれているのに、当時国日本の若者たちが日露戦争のあったことも勉強しない。それで民族が保全できるはずがありません。な、こういうことをね、学校というものを我々の時代よりもっと整備されている。教科書とか先生とか何かそうしたものが負けたと不思議してきて不思議にしてですね、劣化してるだけの話である。もうこの国は教育しつけさえきちっと出すときは必ず蘇ると思うんです。それで堀江先生の声を食い込んじゃいかんからね、早くまとめないかんが、なぜなぜなぜ日本がそんな黄色の貧乏国がね、その世界の波を蹴飛ばし得たのか。大急ぎで見れば民族のど真ん中に常に皇室が収容の道を歩んでおられることです。これは今ね、よっぽど今日の方々が中心になって解かないと週刊誌的な興味に皇室になっていくのではないでしょう。これはね、世界の歴史をあらゆる国を分析してみたって王室がありますね、王室あるけどほとんど今から征服者なの。日本は1301年前に書かれた古事記、日本書紀等を見るだけでもそうですよ。豊橋原の四方脇の水穂の国は我が常見間の我が子孫の行って治むべき国で散らすべき国になる。そうだよ。だから行き来ませ、さっき来ませ、さあ行けよと。そしてその国の栄正さんこと安倍土の栄とまさに同じで、天孫降臨の象徴を1301年前に書いて、その中からですよ、若干のカオスに自分はありますが、そうしてきて天孫に二位の見事はですよ、要するに天照大神さんというのは誰考えたって太陽さんですよ、お日様ですよ。そうしてきてですよ、それでその孫の二位の見事は天孫、天孫の山田康の孫だから天孫孫が降りてきた。さあそうしてきて、その中から神武水道安寧徳交渉、その頃は若干のまあ神様とお化けと混ざってみたいな部分があるしよ。しかしそんなことは問題じゃないんだよ。やがてその子孫とこの象徴に従って天皇が誕生してきて、実名で1300数十年追跡できるなんて皇室は絶対あります。しかもこの生き様がもう短くあるように言うと、左にぶれず右にそれず、こういうの中央の中条と一緒やこれが尊いことですよ。相撲でね、あれだけ激突してなお行事役として何人かいてね、だから死ぬぐらいに戦えるんですよ。こっちが勝ち、要するに正義なんだ、ね、だからこうしたものが常にいるから、堀江さんが我々体験した68年前に皆さんね、
なかなか理解できないと思うが、暴れ陸軍と言われて、天皇様が最後にやめてほしいと、あの地下壕の御政団というものはなかったとしたら、国民同士の相打ちで、あなた方の命は、ね、あなた方の両親、おじいさん、おばあさんたちが戦った危険が極めて高い。そうすると、あんたいないんだよ、はあ。ところがこの国は、一日死にます内閣の最高作戦会議を開いて、最後はですよ、陛下の御政団、鈴木貫太郎内閣。そしたら陛下も心得た。何でお前たち決めないなんて言ってんのはおっしゃらない。しかも尋ねられるならば統合外務大臣の意見に賛成ということでポツダム宣言自宅したんですよ。だから陸軍はもっと300万まだ戦えるね、それ弱くはなってる300万持ってたんですよ。だからそれなのに喫緊所として陛下のご政団だからというので粛々と軍が収まったことを皆さん忘れないでほしいと思うんですよ。これがよその国にはできない。シリアで比べてみたら分かるでしょ。この行事役はシリアという国にいないんですよ。だから今日でも打ち合いしてるわけです。だからこの価値をどうか今日我々とご愛をいただいた人はこの天皇の価値をぜひね皆さん深読みして理解していただきたいものです。そして二つ目はね安泰、要するに民族はね先祖を大切にしなさいと言われたんですよ。古い英語で言われたんです。素朴なことだけどこれ大事なこと。お盆にはねお墓へ行って先祖様を迎えに行って迎えに行きなさいと生きてるように言われたんです。私はこれを縦糸の紡ぎと呼んで、東京なんて8月みんな故郷帰って人がいなくなっちゃうほどまだ続いてるでしょ。しかし田舎へ帰ったのはお墓にお参りに行ってるかどうかは甚だ疑問だ。うまいもの食って寝てるんじゃないかと思う。この縦糸、横糸はね豊橋原の千代脇の水尾の国。いいねよあんた田植えしたことある。あの労働観の厳しさはね共同同窓民族気がついたよ何千年の前に。だから田植えの時には領土のありも後ろの前の家も全部手を借りて、そして田植えを歌ってあの労働のきつさを壊したわけね。だから限りなく横糸が紡がれていって、だから皆さん方外国へ行って日本の特質は何、日本の民族でこれを着たいと何ですかと言ったら、私の着てるおめめよと言った。人形にね紙で着物を着てた人形、小さな可愛いの持って一つ外国に旅して、これやおべべや、おべべっていうのは着物っていうのは縦糸を旗や織りにあって、そしてソマという横糸を収めて行ってこいで紡いでくるわけですから、だから日本民族っていうのは先祖に対してね、こんなことしたら申し訳ない、こんなことをしたら子孫に恥を残す、こんなことをしたらお隣さんに笑われるわと、恥の文化の恥。だから日本民族は法律の一つもなくても秩序が保てる民族に育っていた。これは二つ目、三つ目はねリーダー教育ですよ。これは一つね、もう時間が来たから楽しみにどっか機会があったらまたやろう。リーダー教育っていうのはね、2人以上組織で組織運用の妙は人にある。軍隊なんてこの指揮官が僕らだったら全部負けちゃう、命がなくなるんだから。だからこれはねもう死の交渉とだけ伝えておこう。そうでしょ、この我々民族の江戸時代の侍が一番トップ、次百姓、死の孔匠、それから我々商人ベベタ死の交渉。だから侍は闘技もやりませんよ、リーダーの役割やんだ。その代わりリーダーはきちっとね5、6歳からも人間学の勉強してたんだ。これは凄まじいよ。
今の大学生なんてその5、6歳のやってたの読めませんよ今。みんな甘やかしてるだけだから。だからリーダー教育といったらなんかエリート教育、いじってエリート教育。エリート作らなければね、リーダー作らなければ不合の周知。ところが戦後エリート作ったら不平等教育だ。バカこれってなんだ。ね、それをみんながそうだよなそうだよなとやきもちの気分も入って手を振ってきたからこんな民族がこんな素敵な民族の歴史が消えそうになってるんだけど、もう土曜日の日にこれだけ大勢来てるのを見るともう会えてるな頼もしい。ですからそのことを訴えてそれでもオーバーしたでしょ。堀江さん申し訳ない。それを全然終わりだ。はい、中条先生ありがとうございます。それであとでですね Q&A というセッションを設けてますので、まず引き続き堀江先生にお願いしたいと思います。皆さんこんにちは。先ほどご紹介いただきました堀江でございます。まずはじめにですね、台湾の皆様方、天皇陛下のお誕生日のお祝いと、そして靖国神社に参拝のためにおいでいただきました。日本人の一人として心から感謝を申し上げ、お礼を申し上げます。また日本人のたくさんの皆様も、この台湾の皆様もこうしてお迎えいただきました。この日本人の皆さん方にも厚く御礼を申し上げたいと思います。今中条先生からですね、非常に巧妙な適切なお話を受けてまいりましたが、私はですね約もう70年前ですからね、この中で当時生きておられた方は、もう生を得ておられた方は門脇先生一人じゃないですね。もう昔と昔の話でございますが、あの大東亜戦争で台湾の方々が大変に厳しい状況の中で ご活躍をいただきました。その状況をですね、私は今日皆さんにご報告をしようと思うわけです。実は私も東部ニューギニアの作戦に参加して生き返った1万名の中の一人であります。もうその当時かろうじて行って帰った者もほとんど誰も生きておりません。どうしても台湾の皆さんに台湾の同胞がどんな戦いをしたのかと、どんなに立派に当時の日本人としての責任を果たしていただいたのかということをご報告しようということでございます。しばらく耳を貸してください。始まりましたのは1941年の暮れですよね。42年になりますとね、もう台湾の
念頭を上げてですね、なんとかしてこの戦争に参加したいという声が盛り上がってきました。そういう声を受けて1942年昭和17年ですね、春、たくさんの死亡者の中からごく一部の人たちを選抜をして軍属として採用しました。この中には本当の方もおられますし、高さの方もおられたわけであります。その後この人たちはニューギニアとガトーに派遣をされております。特にニューギニアで派遣をされた高さ族の皆さん方の活躍ぶりを見て、新築州に特別の教育隊を作りました。そこでもって高層の皆さんとの有志を教育をします。この人たちが昭和44年ですね、19年、1944年ですか、モロタイとかフィリピンで大変な奮闘をしておられます。最終的にはですね、台湾防衛のためにたくさんの人たちが軍役に付されました。その数はですね20万です。実に20万の人がこの大東亜戦争で軍役に付されたわけです。そして戦勝されたのが3万人ばかりであります。3万人、この3万人の戦車はもちろん日本人として靖国神社にお祭りをされておることはご承知の通りであります。その靖国神社というのはですね、実はごく最近まで天皇陛下もお参りになっておりましたけれども、いわゆる直祭者という、天皇陛下の直使がお参りする全国で西茶ぐらいしかないうちの一つでございます。その中で一番大事なのは伊勢神宮です。伊勢神宮は年に10回も直使が派遣をされます。その次に直使の派遣の多いのは靖国神社なんです。神宮の2回現在でも直使が派遣をされます。皆さんご承知の明治神宮でも年1回なんですよ。その他実写ばかりあると言いましたけれども、その社はですね3年に一遍とか5年に一遍とか10年に一遍とか、全く靖国神社の核というのは日本人にとりまして、さらに皇室、日本の皇室にとりましても大変大事な社として位置づけられておるということを皆さんご承知いただきたいと思いますが、もちろん台湾の戦士さんと3万人もそこにおっしゃっておられます。実は戦後この台湾で台湾の方の3万人に対するところの保障の問題をどうするかということが長い間日本人の間で大きな問題でございました。私参議院やっておりますときもですね、この人に対する処分を早くしなければ政府としての懲役を早く差し上げなきゃならない、まあ同志と一緒に努力をしました結果、
非常に詐称でございます。私どもの考えておりました金額には到底及びませんでしたら、お一人に200万ずつの協力金を差し上げるということをかろうじて議論として行ったわけでございます。まあこの台湾の大戦で活躍された東部ニューギニアで、それがどういうふうな活躍をされたということをちょっと申し上げます。その一番初めはですね、昭和17年の7月、42年の7月から行ったフォートモレスビー作戦、南海地帯というのが日本では行いましたが、これにですね、陸上輸送隊として高砂の皆さん方が編成をされて現地に行っておられます。どういうとこで活動されたかといいますと、フォートモレスビーまで行きますのに3000メーターのガガタの山脈を越えて進撃をしたわけでありますが、その第一線部隊に対するところの弾薬、糧食等の補給任務に当たられました。補給任務といっても自動車は通りません。搬送してみんな運んでいかれたわけです。そして第一線で傷つく人たちが出てきます。また体力が衰えて栄養失調で、倒れてしまうのが、そういう人たちを高層任務、単眼に乗せて高層の任務をやられました。その上にこの人たちはですね、実は部隊が交代をしてニューギニアの北岸まで交代をして、そこで豪州および米軍の攻撃を受けたわけですが、17年の12月の初めにはバダブアというところで、この高層義勇隊輸送隊を含むところの300名玉砕をしております。これがニューギニアにおけるところの犠牲の一番初めであります。18年の3月に、43年ですかね、3月に兵力がどんどんとニューギニアに増強されてきます。そして第2次師団という朝鮮の編成もしたんです。大変質な2編では盛況を歌われた部隊でありますが、この部隊が上役に上陸をする。その部隊 の第18軍という部隊が司令部ができまして、陸上作戦をみんな統括してやったわけですが、貨物省というのが上役に進出をします。その貨物省というのは兵隊さんの糧食、被服、そういうものを一切扱うところの、そして第一線に補給するところの部隊であります。それにですね、本島の皆さんと、そして高砂の皆さん、合計して約1000名ばかりが配属をして上陸をします。でこの部隊はすぐ一部がマダンというところまで進出をします。軍司令部のところまで。ちょうど8月頃ですね、中野学校という陸軍の遊撃戦その他の特別な訓練を施す学校ができまして、そこの卒業生がニューギニアに渡ってきます。この特に高砂の皆さん方がですね、非常にですね、耳がいい、目がいい、特に夜でもジャングルの中だったのですぐ相手を察知することができる。荷物を運ぶのが高い高山等で、荷物を運ぶ力が日本人の2倍以上ある。足も速い、体が頑健だ。その上に
性格がですね、非常に従順で責任感が旺盛である、誠実である、こういうところを見ましてね、なんとかこれをですね、ヤングと鉱山の山の多いですね、ニューギニアの作戦に使えないか、使えないかなということを実は考えたわけです。そこで貨物庁で荷物の管理運搬等をやっておりました高速族の中で500名になったら、約500名になったら死亡者を届けました。120名の人を選抜をして、その時に中野学校で来た陸軍中尉の斎藤という、それが長になりまして、高速義勇斎藤義勇隊というのを編成しました。この部隊はですね、編成して1ヶ月ばかりものすごい訓練をやりました。小銃、番頭は持ってますけれども、小銃を持ったことはない、小銃を撃ったこともない、もちろん敵と相対して戦ったこともない、そういう人たちを1ヶ月にわたって猛訓練をやりまして、第一線に出した。この高速流体が猛烈な成果を上げました。攻撃をしてくる部隊、それに対しまして潜入攻撃ですね、夜密かにですね、陣地の後方まで行って司令部をの爆弾を爆撃する、歩兵陣地をですね爆破する、あるいは通信網、重要な通信網を爆破する、そういうような行動をですね積極的にやって成果を上げてくれました。でこういう状況を見て、先ほど言いましたその新築州に教育隊を作ってですね、そして教育してたちがモロタイやフィリピンで戦ったわけですが、そのニューギニアではですね、44年の4月にアイタットホルランディアというところに米軍と豪州の連合軍が退去して上がってきました。その時にですね、軍としては最後の力を絞って相手の攻撃をやる、それに呼応して大高捜索隊というのを編成しました。それで相手の主力の攻撃に呼応して攻撃をする。さらに遠くですね、ホルランダーの南の地区までやって、いろいろと地形を捜索すると同時に米連合軍を牽制をする。この行動は6ヶ月にわたって実施をして帰ってまいりました。帰ってきた時にはですね、私もその時に帰ってきた人たちに会いましたけれども、方向感覚がもうないんですね。塩分を取ってずっとなかった。方向感覚がびっくりしましたけれども、その後、さらに終戦までの間ですね、豪州軍が今度は進撃をしてきます。その進撃をする、その一番強烈に攻撃をしてくる少年ですね、猛攻、挺身隊というのを高砂義勇隊に持って編成をしました。これがまた本当によくやってくれました。この人たちはですね、やっぱり敵の中にね、潜り込んでいく、恐ろしいですよ。そうでしょう、どうなってるか分からないところに潜り込んでいくけれどもね、自分で涙を流してあるでやって任務を達成してくれます。ですから軍ではですね、個人的にあるいは部隊に官僚や省庁たくさん差し上げてあります。ニューギニアで実は補給が全然ないわけです。海上がもう全く米国の海軍に抑えられてますからね、
飛行機は客にならん程度の時間の差でもう1944年の初めからはですね、私も日本軍の飛行機を一機も見たことありません。そういう中で戦闘したわけですね。食べるものもない、撃つ弾もない。本当にこの人たちはよくやってくれました。私の従兵の二人の従兵の中の一人は高層の方でした。しょっちゅうあちらこちらに連絡に行きますのに、3人で出かけるわけです。3人で途中で原住民のブラックの人のおらない小屋に一泊をしてですね、行くあと当たってましたらね、ものすごい小鳥のおいしい肉を出してくれてるんですよ。これは何だったの、ネズミの、ゆうべネズミを取りましたよ、おいしいんです。そんなのはね、やっぱ高層の人になんかできないです。私は元気でこうしてなんとか帰れたのは高層の人のおかげだと思っています。みんなそういうおかげ。まあニューギニアではですね、15万名の中で13万名が死にました。13万名高層の人たちもですね、550名ぐらいのものがニューギニアに行ってます。その中で亡くなったのが350名ぐらいです。本当にたくさんの方が亡くなりました。戦争終わりましてね、義勇隊の将校の一人はキールンまで船でその送りました。別れる時には将校や下士官とその高さの人たちとのまあ抱き合って涙を流し合って別れた、そういう状況がですね、帰ってきた将校から私直接聞いたことがあります。本当に考えてみますと、前の大戦で台湾の人たち、そして特に高さの人たちには大変だ力を私どもいただきました。大きな犠牲も払わせてしまいました。私はこの人たちに報いるという気持ちもありましてね、戦後自衛隊を退官をしました。そして議員になり、さらにその後インドがやられ、ミャンマーがやられ、インドネシアがやられ、フィリピンやられてきたじゃないですか。あなたは何を見てるんですか。事実でしょ。事実ほどね、雄弁に物語るものはありません。そして1853年、この沖ですよ、この沖よ、ペリーという提督が4艘の黒船軍艦を聞いてやってきた。その時この民族、我が民族は265年という鎖国をして平和の夢に眠っていた。しかしこのペリーの来航に民族は優れていたから目が覚めたんだね。そして若干のトラブルはあったものの、近代明治国家ができた。だからなぜできたのか、なぜできた、助かったんですね。そして近代国家できて29歳の時に、今日台湾の方々の課題の、ね、日清戦争が来た。これだってよく調べてみるとすぐ分かる。新しく作る